まずは1回の表、ジャイアンツの先発はサンチェス。ワンアウト2塁3塁、ビシエドの内野ゴロの間にドラゴンズが1点を先制しました。一方ドラゴンズの先発は柳。ノーアウト2塁1塁から坂本、タイムリーツーベースでジャイアンツが同点に追いつきます。なおも2塁3塁、岡本ショートゴロの間にジャイアンツが勝ち越しに成功、2対1。さらにワンアウト1塁3塁で6番の中島、レフト前のタイムリーヒット、1点先制されたジャイアンツがその裏3点を取り返します。2回の裏、4番の岡本、ランナー2人を置いて右中間スタンドへの第23号スリーランホームラン、これで6対1。3回の表、柳に代わって代打の石垣、嬉しいプロ初ホームラン、これで6対2。3回、セカンド吉川尚輝のファインプレー、サンチェスを助けます。そしてサンチェスの打席、2番手清水から来日初ヒット、センター前ヒット。4回、高橋周平の当たり、センター丸のファインプレー、サンチェスをジャイアンツ内野陣、外野陣が守備で盛り立てます。4回の裏、ワンアウト満塁から若林のレフトへの犠牲フライで7対2。5回の表、大島のセカンドゴロの間にドラゴンズが1点を返して7対3。続く6回、ツーアウト1塁3塁から今日スタメンの井領、ライトへのタイムリー、7対4となったところでサンチェス降板。なおもツーアウト2塁1塁、ピンチの場面で2番手鍵谷がルーキーの郡司をショートフライ抑えまして、好リリーフを見せました。7回の表、ツーアウト2塁1塁、ピンチの場面で高梨、4番ビシエドをファーストゴロ、無失点で切り抜けました。7回の裏、ロッテからトレード移籍、勝木のジャイアンツ初打席、移籍後初打席はサードファールフライでした。8回の表、ツーアウト2塁1塁、この回からマウンドに上がった中川が木下を抑えました。そして8回の裏、ワンアウト2塁から坂本、今日2本目のタイムリーツーベース、8対4。そして9回、最後は守護神デラロサがドラゴンズ打線を抑えまして、8対4でジャイアンツ勝利、これで5連勝、優勝へのマジックが26になっています。